ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー23、男子バス付きクオドルトル予選3組です。対岸より2レーン、福岡県東筑高校、3レーン、富山県富山工業高校、4レーン、山梨県富士河口湖高校、5レーン、和歌山県和歌山北高校、6レーン、宮城県西巻工業高校、7レーン、徳島県徳島市立高校。以上、6クルーです。このレースの1位から3位までがあさって5日に行われます準々決勝に出場します。ただいま行われています。レースナンバー23の 500m 通過順位は、4レーン、3レーン、2レーン、6レーン、5レーン、7レーン、以上の模様です。クルーがラスト 250m を通過しました。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過いたしました。着順は4レーン、3レーン、2レーン、6レーン、5レーン、7レーン、以上の模様です。このレースの1位から3位までがあさって5日に行われます準々決勝に出場します。正式な順位及び結果は記録掲示板へ貼り出しますのでご確認ください。